どうも、ウラタレント TV でーす。はい。今日はですね、はい、皆さんにお知らせがあります。はい。大谷フェスティバルくんがですね、クビになりました。はい、ね、クビということでね。そうですね。結局また最初の2人に戻った、まあ、元々2人でしたからね。そうですね。勝手に上がり込んできたっていう。そうですね。なんかすっきりした感じはありますからね。まあまあそうですね。で、なんでクビになったんですかね、ちなみに。なんでクビになったか。はい。理由はないです。理由はないです。あ、ムカついたから。はい、もうただクビにしたっていうだけで。聞くはないからムカついたんです。はい、でございますけどもね。あ、そうです。ただね、はい、理由もなくクビにするっていうのもね、まあ理不尽な話。理不尽な話なんでね。そうですね。はい、一応、大谷くんにはですね、うん、100個ボケたら、お、まあまた復活考えようかなと。ああ、なるほどなるほど。そういう話はしたんですよ。はい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 。そしたらね、はい、今日 DVD を送ってきたので。あ、そうなんですか。だからそれを二人で見ようじゃないかと。あ、わかりました。うん、じゃあ早速見てみますか。了解です。はい、はい、じゃあ VTR スタート。え、また、すごい土砂降りだな。それにしても雷雨、雷雨だね。大変だよ。見てください。石神井公園西口に着きましたよ。ねえ、着いた着いた。じゃあ行きましょうか。ごめんごめんごめん、ちょっとバイト先に電話してくるわ。肩凝ってきたわ。ちょっと、ちょっと行ってくるわ。
寒いな。友達来てるわ。返事、トム。返事、返事、トム。おい、返事。返事つとめ。はい、というわけで、はい、見ましたけどね、はい、なかなか面白かったんです。あ、面白かったですね。ただですね、うん、100個ボケろって言って25個やから75個足りてないんですよ。ダメでしたね。ダメですね、はいはいはい、ということで、はい、大谷フェスティバル君、うん、首決定。